はい、どうもタッチチャンネルです。まあちょっと仕事が早く終わったので、こちらの作業を続けようと思います。もうね、日が落ちてるんでね、ちょっと早めにやっていこうと思います。はい、これはね、ポリカーボネートのね、波板なんですけど、これを屋根として、ね、買ってきました。これがね、またちょっと高いんですよね。1枚ね、1700円ぐらいしたんかな。で、これ6枚使うんで、これだけでね、1万円ぐらいかかる。やっぱりね、小屋作りはお金かかりますね。よし、じゃあこれをね、上に敷いていきます。なんかね、この釘で打つみたいです。はい、眺めがいいんですけど、ここは今屋根の上です。すげえ怖い、揺れますね。今こんな感じです。で、なんかどうやらこの連結部は連チャンで打った方がいいっていうのがネットに書いてあったんで、今打ってます。であのピッチ間開けずに打った方がいいっていう情報も載ってたので、今からこの上にまた乗って打っていこうと思います。別に高所恐怖症ってわけじゃないんですけどね、下まで案外あるんですよね、これ。まあ、下がね、この笹があるんでね、まだいいんですけど、こういうああいうちょっと節とか空いた節とかに当たったらね、ちょっと致命傷になりかねないので、ちょっと気をつけてやろうと思います。はい、今ね、屋根を打ち終えました。なんか最初の方全然ね、慣れなかったんですけど、後の方はね、もうだいぶ慣れていい感じに打ててきました。じゃあまあこの感覚でね、打ったんで、まあ飛ばされないでしょう。やっぱりただビスの方がね、良かったかなってちょっと思いもありますね。心配だから、こっちの上と下だけビス打っておこうかなとかちょっと思いました。
はい、じゃあね、次はね、ここのね、隙間、ここの隙間を埋める作業なんで、ちょっとやっていこうと思います。トタンとこのタルギって言えばいいかな、これの隙間を今ね全部埋めたので、上からビスを打ち付けていくんですけど、もう上にはねあのポリカがあるので、このポリカのビスの、釘だけ抜いて中をこのねスリムビスに入れ替えて直打ちしていこうと思います。はい、釘を抜いて入れ替えました。じゃあこれをね上から打っていこうと思います。ねここに今ねこういうトタンとこのね木の隙間を埋めるためのねスポンジをつけました。まあここからねヘビとかが侵入する可能性も全然あるので、このスポンジでちょっと上からあとは打ち付けて、ガードしようと思います。でここはね 1x4 でも張って侵入できないようにしようと思います。いい感じだね。うん、で今ね雨降ってきたんで、いつ雨降るかなとか思ってたんですけど、早くもねこのトタンの、活躍というか、下はね全然濡れてません。素晴らしいね。よし、じゃあちょっと雨ですけど進められるところまで進めようと思います。はい、ここがね閉まったので、ここからの動物たちの侵入はないということですね。あとはこっち側とこっち側も閉めて、網にしようかどうしようか。でこっちはねちょっと袋状にして、こっちは光が入った方がいいと思うんで網にしようと思ってます。よし、今日はこの辺にしましょう。はい、こんな感じでウルトラ小屋の建築、今日はね屋根を張ったという動画となりました。いやー、やっぱりね、屋根を張るのってね、めちゃくちゃ大変ですね。こんだけね、釘を打つとは思いませんでした。はい、じゃあね、こんな感じで、うずら小屋の建築どんどん進めていこうと思うので、よろしければ、高評価、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そんな感じで、以上、うさうずチャンネルでした。今回はご視聴ありがとうございました。